吉原弘人騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。温かい拍手が起きていますが、まずは今の気持ちお聞かせください。いつもお世話になっている馬主さんの馬でこうして北海道の地で勝たせていただいて本当に嬉しく思います。レースを振り返っていきたいと思いますけども、まずスタートいかがでしたか。そうですね、ちょっとスタートはうまく切れなくて、これちょっと前にはいけないなということで、なんとかちょっとこう内の軽い馬場なんで、内の方に潜り込めないかなということで、隙間を狙ってうまくそのポジションにね、はまってくれたんで、馬も我慢してね、揉まれながらでも進んでいってくれてたんで、すごくすごい馬だなと感謝しました。馬も我慢ということですけど、道中の折り合いなどはいかがでしたか。先生、ちょっと進まないぐらいだったんですけど、十分追走には苦労しなかったんで、最後の足にかけることができましたね。そのかけた最後の足でしたけど、直線いかがでしたか。なんとかこう前開いてくれないかなということで、竹川君の内とかを狙ったんですけど、うまいこと開いてくれたんで、そこでエンジンかけた時にしっかりと反応してくれたんでね、これなんとかなるんじゃないかということで。見事な勝利でしたけど、この一騎当選後に乗った印象どうでしょうか。そうですね、初めて乗せていただいたんですけど、まだね、幼い部分がたくさん残ってるんで、これからどんどん良くなっていくと思うんで、楽しみだと思います。それでは最後にファンに向けてメッセージお願いします。今日は応援ありがとうございました。また一騎当選後の活躍これからも期待してください。よろしくお願いします。吉原弘人騎手でした。ありがとうございました。